2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。バイナリーオプション世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。今日は月曜日29日ですね。10月29日、19時13分になります。4分になります。14分ぐらいになります。もうすぐね。今ラーメン作ってたんで、冷凍ラーメンで美味しいんですね。インスタントラーメンは美味しくないですけど、いつも食べられないですけどね。冷凍ラーメンは美味しいですね。で今これ、約、1万2000ぐらいですか。1万2、3000、投資しまして、まあ100万ぐらい投資しましたね。でマイナス2240円ということでね。ちょっとラーメン見てきます。あんまり忘れてるですね。ラーメンね、ラーメンをちょっと野菜ラーメン、野菜と、最高美味しい。と糖質あ、これで勝負ですね。広瀬まで着くまで、ここにダダダと落ちてくれればいいんですけどね。1回、2回、3回、4回、ね。落ちてるから。勝率29回中勝率 69% なんですよ。このシグナルはね。根本はこの黄色線を元にしていまして、この黄色線の値がインジケーターによって幅が決められてます。正確にね。この幅が黄色の幅が最善であるということ。その中にシグナルで RSI が求められて14周期の77の23アップダウンね、のシグナルなんです。この業界のね、だから、USDJPY。お、来ましたね。バイナリーオプションのシグナルが来たですね。USDJPI ね、下に売ってくださいというのが出てきました。押しはしませんけどね。これ生じゃないわ。今日の2回目、これは成功したら億万長者ですね。左がね。もう生産ラインとかちゃんと仕事してない人ってみんな盗みだから、もう近づいてくるとみんな脅してね。で僕の力強いから必ず核爆弾を仕込むぞという脅しになります。力強いんでね、弱い力じゃ盗みできないから僕からね。だから必ず僕の場合盗みに働こうするときは核爆弾の力を使っています。日本人がだよ、周りの人誰でも力強くかかってくるなっていうのは全部そうです。核
爆弾以上のね。だから普通の人じゃないから、僕は本家貴族ですからね。でっかいのでっかいことで当たらないとこっちにね対抗できないでしょ。だから一人で来てても今年は何でもどんな人でもね、女でも子供でもこっち困るようなこととか危ないことしてくる人を脅していくんだけど、核爆弾を撃つぞって言ってくる、脅かしてくるんですね。必ず 100% ですね。こういう投資方ですね。まあちょっとやばいってことね。